S1.540 S では、ソビエトで開発された、液体酸素とケロシンを酸化剤、リッチ2段燃焼サイクルで燃焼する、タンノズル液体燃料、ロケットロケットエンジンである。酸化剤、リッチ2段燃焼サイクルを利用した、世界初のロケットエンジンであり、コロリョフの設計局のイサー F の訓導を受けた、VM メルニコフによって、モルニアの4段目であるブロック L ジョーダンのために、 設計された。同様に真空宇宙で始導、再始導する目的で設計されたソビエトで最初のエンジンでもあり、当時の量産されたエンジンで最高の非水力を備えた。1958年から1960年にかけて開発された。最初の量産は1960年5月に開始されすべての燃焼試験に合格した。最初の打ち上げでは、ブロック L が、 運転開始される前に失敗して1961年のベネラ1号の打ち上げ時に初めて成功した。1961年から1964年にかけての改良計画で S1.5400H 派生型ができた。水力が6 3 7 4トンから6 6 6 9トンに向上して、被水力は338.5秒から340秒に、 向上しつつ、同重量に維持された。エンジンは、摂取700度までの温度の許容する目的で、主燃焼室に、チタン合金が利用された、ターボポンプの初期の始動には、加工品が使用された。エンジンはジンバルに掃除されてに軸方向に3度まで傾けることができた。ありがとうございます。